滝山は栃木県宇都宮市にある山。標高は376.9メートル。山腹に滝不動村が鎮座し、山域全体に山城滝城の遺構が残る。栃木百名山、大谷七名山に選定されている。滝山は栃木県宇都宮市の北西郊外にある標高376.9メートルの低山である。山腹には 滝不動村が鎮座する霊山、ゲ芸アの霊場でもあり、また山域一帯は、戦国時代に宇都宮市が出城、または居城として使用し、その海域と共に廃城となった山城、滝城の縄張りで、その遺構が現在も良好に残されている。宇都宮西部地区が現在城山地区と呼ばれるのは、かつて城山であった東山の存在に由来する。滝不動村の門前は、 笹糖や、桃屋茶屋で、現在も数軒の茶店が軒を連ねる。山頂の御天平は、旧本丸跡で、東屋が設けられているほか、八シオツツジが群生し、買いかきである毎年後から6月には花見を兼ねた、ハイカーで賑わう。付近は、小菓子さんと共に、宇都宮県立自然公園の指定区域内となっている。滝さんの山名は、竹の濁音か、語源は、動詞。 タケルで、高所、高山のこと、言われている。また、霊気を多く発している山として名付けられた、ともされている。滝山東山六の山道口から山頂にかけては、登山道が設けられている。この山道口の平坦部には、滝不動村参拝者用の駐車場が設けられている。公共交通機関については、関東バス大谷立岩線の、立岩入口が、最寄りバス停で、 国の名称指定の大谷祈願軍艦校を兼ねて散策しても道場ス停から山道口まで徒歩10分程度である。現在の山道口の南側にはかつての滝不動村の山道口山門があり、かつてはここから不動村まで山道が続いていた。現在は廃道となり、山門と当時寄進された石道路などが残されている。新山道の登山口には 朱塗りの金属生産門が設けられている。この滝不動村の新山道は舗装されており、途中、滝上跡の枝道を分ける。山腹部には、宇都宮市の市営駐車場があり、滝不動村は、宇都宮市の市営駐車場からすぐである。茶屋から山頂にかけては、未舗装の細い登山道があり、ハイキングコースとなっている。登山道は、 多岐不動村境内からも分岐しており、途中で宇都宮市の市営駐車場から伸びる登山道と合流する。茶屋から山頂までの所要時間は、上りが30分程度、下りは15から20分程度で、全体的に平坦な林の中を行く山道であり、小さな子供連れでも登山できるコースである。山一帯が紅葉樹林や新葉樹林の高木に覆われるが、近年、 山頂部分の木々を伐採したため、宇都宮市を一望でき、東側筑波山や、天気が良い時は、東京スカイツリーなどが見られる。滝不動村山道の茶屋付近には北側に開けた展望台があり、半倉山、笹井富や連邦や宇都宮丘陵の北端が見張らせるほか、滝不動村の五冊五種事業所の裏手からは、宇都宮丘陵南端部から先、宇都宮市街地も遠望できる。 滝山、栃木百名山、大谷七名山、宇都宮観光コンベンション協会、2021年5月15日閲覧、ありがとうございます。